はい、それでは始まりました。ローダーということでライブ配信になりますね。はい、またふるさとが流れてるそっか、もう6時に流れる時期になったんですね。はい、5時の頃もありましたけど、冬の期間は。さてさて、はい、数件受けてきましたので、まあその辺のことも話しながら、ハローダー、ハッピーバースデー、Thank you ということで、はい、受けてきましたよ。数学検定3級でございます。まあ分かんなかった問題もですねあったんで、それはあのサブちゃんにも出します。はい、さっき動画撮って編集したので、この問題分かりません教えてっていうのを作りましたんで、ぜひ見てください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。24万人おめでとうございます。あ、そっか、24万人も行きましたね。 Thank you。 大学在学中は A 研究、トイック960点以上、トフル90、案内士、通訳案内士、勉強していきたい。一研かトイックで通訳案内士は免除できる。地理と実務だけで合格しようと思っています。A 研、トイック、トフルの勉強は3つ並行して勉強するのは無理だと思うので、1つずつ勉強する。2つに絞って勉強する。どっちがいいと長いな。長いな。だからもうそのレベルであれば、どうだか、言ってられないと思います。もうそのレベルですから、取りましょうみんなって感じじゃないですかね。はい、もう逆さか一個ずつ全部取っちゃった方がいいと思います。 Happy birthday then say thank you。 お疲れーらいさThank you。 菅賀健太、お疲れ様でした。どんな感じでしたか？ね、まあ多分大丈夫だとは思います。そんなできてなくはないって感じだと思いますね。苦手なものが出てなかったので、そうですね、あ、もうこれサブチャンでも出てますけど、このね、一生懸命頑張ってコンパス使ってねやったんですけど、出なかった。コンパス作図問題やった過去問だと全部出てたんですけど、出題されませんでした。なんでコンパス使う問題は一個もなかったし、合同とか、すごい勉強してったのに出てこなかったです。なんで苦手なものはなかった。ただ分かんない問題もやっぱりいくつかあったって感じですね。はい、あと、もう終わってから、ああ、ここ計算ミスってる、ああ、ここ計算ミスってるみたいなのがあったんで、ああ、やっぱ計算ミスするなっていう感じです。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、飛んだ、またビヨーンっていっちゃいましたね。なんか Y みたいなのが書いてあった気がする。Did you decide to take 数件？これも前に、ずーっと前に話しておりますので、はい、数学やろうってですね、いろんな数学系 YouTuber の人たちがやってることを理解したいとか、そういうのですね。もう動画撮ったの早すぎ。そうですね、動画撮りました。受けて帰って、ただ帰ってくるときに、その電車乗って、間違って反対側に行っちゃった。考えながらいて、あの問題逆だなーとかですね、XY 逆だよなーって思ってたら、電車の方を逆に乗ってしまいました。はい、なんてこった。まあ、よく考えれば、方向考えればわかるのに。東京から外れていく方に乗ってしまったっていうですね。はい。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今日誕生日なんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。数件もお疲れ様でした。ありがとうございます。あ、そうですね。今日は皆様、そうですね。メンバーシップの皆さんはお越しいただきましたので、法政寺の方をね、はい。そこで、サインしたり、写真撮ったりしましたんで、ありがとうございます。プレゼントいっぱいいただきまして、はい。大事にいたします。まあ今日は数件があったので、ちょっと数件を受けに行ってたんで持っていくわけにいかなかったですけど、さすがに、こうね、学校の中にこうやって持っていくわけにいかなかったんで、はい。まあ後日、法政寺もう一回行った時に取りに行きます。はい。むちつさん、佐々木投手について、誰ですか？佐々木投手って。かんたろうさんに数件解いてもらったみたいな、多分なんだこの簡単な問題はって言うと思います。簡単すぎだろうって、言うと思います。中1英語難しいレベルです。どんな勉強すればいいですか？まず単語。完全試合？完全試合をしたの？投手は？それはすごい。今年のゴールデンウィーク直前期には、たわしさんの長時間勉強ライブ。あー、わかんないですね。まだ全然。たわしさん、来週会いましょうっていう話はしました。受験決意したみたいな話をしてたので。はい。何級？ 3 級です。はい。進行一のものです。大阪大学の英語の対策はどのようにしたらいいですか？こういうふうに言ってる段階では全然ダメです。はい。ね。まずは基礎をちゃんと、ね、できるようにしないといけないですよ。判断でしても。はい。
こんばんは、こんばんは。どんなの出た？そうか、どんなの出た？まあ、計算はいつも通り普通の計算ですね。はい。もう普通の中1レベルのものから、はい。因数分解だったりとか、二次関数だったりとか、サイコロの確率とか、まあ、平行の線があって角度何度みたいなのとか、円があって角度何度みたいなのですね。正南角形の内積の和じゃなくて、一個の角度は何度ってやつでね。はい。内角の大きさ、一つの内角の大きさは何度ですかとか、これも、まあ、過去問やってて出てましたんで、この辺はできたかなと思います。ちょっとむずいよ、解けねえよっていうのは、はい。サブちゃんの動画にしておりますので、あと、ぜひ、後でぜひ見てください。うん。今日、準一級受けたんですけど、中学生いてビビりました。そうですね、中学生多分いると思います。はい。いろんな、小学生とかもいると思いますよ、多分ね。はい。今日、数件準一は読んだ、当たった。誕生日おめでとうございます。そして、数件準一、お疲れ様でした。ありがとうございます。Heaven helps those who help themselves. サンキューです。と、動機のやつ。いや、もう覚えてない。ずっと前だから、もうどんだけ前に喋ったか。だって去年ですからね。はい。明日、実力テストあるんで頑張ります。頑張ってください。数件お疲れ様でした。ありがとうございます。先生、お誕生日おめでとうございます。私も12日誕生日で先生は資格とかたくさん取られる。その目的は何ですか？そこに山があるからみたいな感じですね。まあ、モチベーションのやつかな。そう。非公開なんですよ、この業界の人たちって。お誕生日、お誕生日。だから西谷先生、西さんとかも50いくつで公開したよ。安河内さんが49ぐらいで公開したんだっけ ?8 ぐらいで公開したんですよね。そう、だから、50ぐらいで公開するんだっていうのをね、思ってますね。この業界の人ってそうなんだと思ってます。まあ別に予備校辞めたから、そっか。考えてもいいか。お疲れ様です。私は今日、久々遠出しましたが、さっきまで疲れて寝てました。先生のスタミナすごいなと尊敬してます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね。高専寺まで皆様来ていただきましてありがとうございます。本当に。挑戦する姿、素敵です。ありがとうございます。プレゼント、昨日本屋で必死で探して購入しました。ああ、そうですね。プレゼント雑誌に出ておりますので、ぜひ見てみてください。トイックについて、やっております。すげえお疲れ様でした。最終的には一級も目指していく予定ですか？まだわかんないですね。まずやってみて。数学の感覚っていうのが結構面白かったです。ああ、こういうので、これが、カンタロさんが言ってる感覚かっていうですね。数字の、これおかしいなっていう感覚がつくようになったんで、なるほどと。坂上さんまだ知らない坂上さんだったけど、もう受験は5月ですからね。たまに出てくる英語がかっこよすぎます。小学生とか中学生で準一級受かるんですか？すごくないですか？いや、全然受かる人は受かると思いますよ。まあ、英検も同じですよね。小学校とかで、受かりますからね。はい。カナダドライじゃないですね。なんか、スパークリングウォーターですね。トップバリューのやつですね。さっきちょうど生放送が始まる前にブシャーつってやったんですけどね。ああ、動画まだ始まってなかったと思った。日照簿記検定の挑戦は一緒。日照簿記検定に挑戦するつもりは全くないですね。目標は数研一級&数学の教員免許を取りましょう。で、ね、面白いと思えたらだなって思いましたね。面白いとは全く思えないので、やっぱり。解けると楽しいですよ。解けると楽しいし、なんか謎解きしてるみたいな感覚はあるんですけど、やっぱ解けない問題は非常にストレスが溜まるので、楽しいと思えんっていうのが、このね、まあ過去問やってて思いました。解ける回はもう解けるんですよ。もう当たり外れが激しすぎる。もう解ける回は、ああ、もう全大問いける、これはってなるんですけど、解けない回は本当いくつもの大問がわからんよ、これどうやってやっていけばいいのってなるので、はい。なんか運ゲー感をすごく感じましたね。ハッピーバースデー、今日はサインいただきありがとうございました。どういたしましてです。ユーテラの授業現場を見られ大満足の一日でした。そうですね、ユーテラの、ね、黒板とか、ね、ホワイトボードじゃない、電子黒板もある状況ですね、あそこに。はい。みんな、なんかこう、なんだろう、みたいにですね。はい。見てましたね。はい。一般の方々は。本当に、はい。おじさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。リルナス X と同じ何が、あ、飛んじゃった。また飛んでしまった。新英文大全。英文法大全じゃないかな。ハッピーバー、あ、ハッピーバーって言うんだ、ハッピーバースデーのこと。シャインマスカットさん、今日、準一級受けている中にいましたけど、問題用紙チラ見したら普通に解けてましたよ。チラ見しちゃダメじゃん。
漢検予定、そうね、漢検もやろうと思ったけど、ただ漢検漢字読めないっていうのが面白いキャラだなと思ってるんで、それを消してしまうのはどうかなとちょっと思っています。ただやってみてもいいかなとは思ってますね。そう、できるようになっちゃうとキャラが1個消えるんだと思って。共通テストリーディングの改訂版の犬は同じですか？なんか、そう、改訂版っていう風に、言ったら、そう、アルクから来て、すいません、改訂版じゃなかったですって来た。みたいな、動画見ました。勘違いしてましたって来て、ただ、もしかしたら、あの動画出たんで、改訂版出すかもしれませんって言ってた。みたいな。ね。はい。なんか、模試本が出るから、それを改訂と勘違いしてたのか、よくわかんないです、僕も。模試はもう、はい。ほぼほぼできてんじゃないかな。そう、模試の方に、いろんな、そう、過去問も入れて、過去問プラス模試の本になってるから、そっちでって言ってた。はい。ニックとアレックスか。ああ、はいはいはい。怪しいよね。怪しいかどうかわかりません。プレゼント変わりました。40代、トイック8チャレンジです。頑張ってください。英語できるようになった受験生としては最強。5月なんか、アイエルツだ。アイエルツ頑張ってください。そうですね、アイエルツもありますね。今年英語中高教員免許試験受けるんですが、企画で過去問解いてほしいです。あれ、使っていいのかな？そういうの、入試問題のように使っていいのか、動画で。それちょっと教えてください。昔教員採用試験は当然、やったことあるので問題ですね。過去問とかは解いていたことはあります。予備校の先生選んだし、あと非常勤だったら全然いらないでそのまま入れたんで。はい。あ、なんだって言って受験しなかったですけど。英検準1級と2級の差って大きいですか？大きいです。レント言い切ってる。あ、そう、あ、レントと R なんか。そっか。もし英語で数学の問題が出たとしたら解説できますか？ちょっと意味がわかんないです。 誕生日おめでとうございます。先生の英語力羨ましいです。自分も5月29日トイック頑張りたいと思います。頑張ってください。ぜひぜひ。そこでね、坂上さんとビリオジ戦うって言ってますからね。先生もし総合もうチェックされましたか？一応持ってますね。はい。なんで準1中に解けるんですか？どうやって？いや、別に普通に勉強してれば。で、速習なんていくらでもできるわけですから。で、ツイッター上とかにも出てますからね。すごいちっちゃい子が解いたりしますもんね。誕生日おめでとうございます。Thank you。おめでとうございます。これからも応援しています。Thank you。数件は個人的に2級以上から内容が面白い。そうなんだ。誕生日ケーキはもう食べましたか？ああ、多少皆様にですね、もらったやつは、もう日持ちあんまりしないですよって言われたのは持ってきたので、はい。これも、よ。本当に今日何にもご飯食べずにこういうのとかもらったものですね。はい。よいしょ。あ、これさっき平さんが食ってましたね。はい。母が。確かに、めっちゃ溶けてしまっている。 誕生日、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、誕生日が同じですっていうことなんだ。誕生日は、和田アキ子、堂本剛、さだまさし、スティーブン・セガール、ハーレン・ジョエル・オスメンと木村佳乃とかが同じですね。ドカベンの水島新司さんでしたっけ？とかも同じだったと思いますね。はい。あと、結構覚えてたんですけど、もう忘れちゃってるかな。昔のベイスターズの鈴木貴教選手とかもそうじゃなかったでしたっけね。スパチャ、Thank you。みゆさん、初見です。嘘だ。初見詐欺さんだ。誕生日おめでとうございます。今日はありがとうございました。すごいですね。この初見詐欺のくだり知ってるんだもんね。そうかそうかそうか。同じ配信者見てるから。わ かるね、このくだり。あ、こちらこそありがとうございました。わざわざ来ていただきまして。はい。みゆさん、本当に来ていただいて、ありがたかったです。はい。そうですね。はい。初見詐欺さんだ。ね。これ本当にその配信見てるじゃないと全くわかんないですね。僕も英語の教員採用試験の専門教諭、あ、千円スパチャ、ありがとうございます。ここも真似しとかなきゃ。僕も英語の教員採
用試験の専門教養の過去問解いてほしい。あ、そうなんだ。へえ。あとは教え子が取るっていう時に、なんか解いたことあるな。質問されて、大学でこれわかんないですみたいなの。はい。誕生日おめでとうございます。Thank you。おめでとうございます。Thank you。多分中高一貫校の学校で数学2とか習っている。あとまあ自分でもうやっちゃってる子いますよ。あ、今日数形受けてきました。お疲れ様です。誕生日おめでとうございます。関係受けちゃダメです。漢字読めない森先生が魅力的なんです。そうね。そうなんですよ。ラッパ、エミネムの曲のガズラ、リスニングしてください。英語だけが偏差値30代後半から上がりません。他は60代あるので何とかしたいです。ちなみに英検は12級です。単語、文法、音読、構文。プレゼント企画、何を企画するの？数件はカンタロさんや海乗りさんに教わったりしてないですね。自学、自習です。はい。ね。自分で頑張って勉強しました。これと、過去問ですね。もう一個のやつはなかなか難しすぎてできなかったんで。スパチャ、Thank you。あ、ゆず味マカロンさん、すごいね。ゆず味のマカロンがあった。610円スパチャ。ありがとうございます。これ無言ですね。はい、っていう。いかつい、無言がいかついって、これ、こっちモノマネなんですけどね。カービィのアイコンですね。600ジェンスパチャ、ありがとうございます。Happy Birthday、今日はサイン会参加できなかったんで、またぜひ開催してください。はい。お安いご用です。あ、エロワイさん、スパチャ、ありがとうございます。初見です。私も最近数学で暇つぶしてます。お誕生日おめでとうございます。初見でスパチャくれた。初見さんいらっしゃい。200円スパチャ、ありがとうございます。そうですね。はい。初見、数学、頑張っていきたいと思います。これから、もう、やろうと思います。はい。どこまで行きましたっけ？あ、自学自習しましたっていうのと、モーシーチャンネルでどんな暴露ドキドキしたと思ってきた先生は誰ですか？あ、誰？言っちゃったらダメなんじゃない？二人来たよ。なんかすごいこと言われるのかと思ったよみたいなのが、はい、二人の先生から、はい、来ました。まあ笑ってましたよ、はい、まあまあ冗談だっていうの知ってるし、そう、僕はそんなあんま言うタイプの人間じゃないっていうのも知ってるんで、結構ね、何でもかんでも言う人間だって勘違いされやすいんですけど、マジで配信とかには載せてませんので、知ってることは、はい。昨日のそっか、英検のイベントに来た子が、予備校講師をなんか暴露教えてくださいって言ってね、ちょっとね、はい、ああ、この参考書の人が一番危険かなとかっていうのはやっちゃいましたけどね。はい、危ない危ない。そうそうですね、こうバーッと参考書が並んでる中で、ここが一番危険で、この人はこうでとか、ね、はい、やめましょう。今日が誕生日、和田貴子、木村義之、山田類53世。そうなんだ、ルネッサンス、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。メッセージが撤回されました。これ、全化式で表すとこうなりますしかない。はい。今でも英語力が上がってますか？上がってはいないと思います。まあ、ある、分野はあると思いますけど、全体的には下がってるなっていうのが、すごい感じる。もちろん、人望がすごい、ケーキ羨ましいですね、ケーキ。とか、なんかいろいろ本当にいただきました。シャンパンもありましたね。本当はね、数学検定なかったら、はい、持って帰ってきたかったですけど。そのまま直行したんで、受験会場に。すげえ、結構ギリギリでした。面白かったら50分ぐらいに入って1時から始まります。みたいな感じで。本当に、あ、1時から説明でしたね、結局。なんで、まあ、10分しかここ入る時間ないんだと思って。へえと。自分への誕生日プレゼントとか、ああ、買ったことないと思いますね、自分へは。皆様ので、はい。もう感謝感激です。明日から大学2年生なのが早すぎて実感湧かないです。そうですね。特に大学行ってなかったらね。ありますよね。もちさん見ながら勉強すると安心します。これからもついていきます。Happy birthday. Thank you. 英語で数学といえば GRE。もち先生はボキャブラリーどれくらい取れるんでしょう。わかんないでいい。GRE はネイティブ用のだからね。GRE や SAT は、なんか勉強する気にならないですよね。誕生日おめでとうございます。ナイスパー、ナイスパー。先生が数件に向けて頑張っているので、僕も7月にはトイックに向けて頑張ります。頑張ってください。6月に12級と2級併願しますと。
受験部屋の中におじさんがポツンと一人緊張してしまいそうです。モティスイングリッシュライティングの作文、添削サービス検討中なんですが、問い合わせサービスにサービス内容の質問を送ります。ああ、そうなんですね。頑張ってください。ポツンとならないと思いますよ、普通。ってさ、社会人と高校生って別日程になってますからね。だから多分、社会人で受けた時に、まあ会場にもよるのかな。社会人と子供っていう部屋でしたよ、僕受けた時。はい。だから、大人と、小学生とか中学生みたいになってました。あっこさんと同じ誕生日、そうです。トイック800点の方と860点の差、リーディングとリスニング、英語の実力の差は大きいですか？いやー、人によると思いますね、これは。本当に。ただ、点数取る能力で取れちゃったりするっていうのはあるからね。誕生日おめでとうございます。お羊座なんですね。そうなんです。ずっとね、昔、お牛座だって伝えられてたんですけど、子供の時。で、自分である時見たら、お羊座じゃんってなった。男子校です。どうしてしたら、森哲先生みたいにユーモラスに女性と話す。ユーモラスに女性と話す。そんな場面ありました？僕。まあ、こう、変える、自分なりきる。演じる。大丈夫、おめでとうございます。基礎英文講座、助けになってます。ただいまのことですね。英単語の勉強のやり方を教えてほしいです。動画出てます。見てください、英単語の。だいぶ再生されてますよ。100万再生ぐらいいってなかったでしたっけ、もう。それぐらい再生されてたと思うんですけど、そうですね、111万再生って言ってますよ、僕も英単語の勉強法の動画。はい。そうなんですよ。ね、はい。森健って。堀健と被ってる。堀先生が数学ってなんか違和感、そうですね。おめでとう、これからも頑張れよ。ね、誰目線？一番好きな英単語帳か。まあ自分は昔勉強してたのは速単でしたからね。速単好きでしたけどね。今井先生とカラオケ行った時のやつめっちゃいい写真だった。そうですね、あれ。なんか、結構出てる。うん。数件ご苦労さんです。自分は15年くらい前に、準1級を受けて合格しました。ああ、昔からやっぱあるやつなんですね。お茶さんおめでとうって、これ、筆跡先生の写真じゃん。これ、訴えられたらどう、大変だよ。筆跡先生の逆転英単語2000を武田塾のルートに入れるとすると、どのルートになりますか？ああ、もうあれ入るんじゃないのかな。そのまま。うん。普通に、あの代わりだよ。あれあれあれ。シスタンとかターゲットの代わりになる。てかまあ、入ったらそれ配っちゃうみたいなね、最初計画だったんですけど、そのもう竹田塾に入った人にみんなに渡すみたいな感じになる予定だったんだけど、その後どうなったかわかんないですね。はい。こんちゃこんちゃ。当時英語科で独身の人を教えてください。わかんないです。言っていいのかわかんないから、なんとも言えないですね。わかんない。そもそも誰が、言ってて誰が言ってないかがわかんないので言えないと思います。これで例えば誰々がこうですみたいに言って、おいおいふざけんなよ言うなよみたいに言われたら嫌なんで、はい。誰が言ってて誰が言ってないのかわかんないです。はい。受験生版タイガーファンディングの大井明さんってどうなったんですか？知りません。追いかけないって言った当時なので、はい。彼はもう、そう、無理ですって言って。おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。英検の二次試験の動画や、など、動画やなど、とてもためになりました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ハイパートレーニングはどうですかね？まあ、なんかスタンダードという感じだと思いますね。うん、今年中に英検2級まで取得できるよう頑張ります。応援してくれたら励みになります。頑張ってください。先生おめでとうございます。青学の人配信見ましたが、全然勉強してなかった。番組の裏側みたいな。レントのことね。レントちょっと勉強しろって言っておきます。じゃあ。はい。お誕生日おめでとうございます。私は亡き祖母の、あさっちは亡き母の誕生日です。あ、そうなんだ。私の両親は二人とも、お茶先生と同じお羊座です。今日サイン会なんてあったのですか？知らなかった。あれですよ。あっち、なんていうか、メンバーシップ限定の、ちゃんと出てますので、コミュニティのタブ出てたりとか、あとは、動画も出てますので、メンバー限定のそこで喋ってるので、ぜひそれをチェックしてもらえていればですね、コミュニティのやつとメンバーだけが見れるやつですね。そこをチェックしてもらえてると、わかるんですね。おじい先生に会いたかったです。今日知らなくて参加できませんでした。またおじい先生に会える機会をお願いします。私数学苦手なんです。おじい先生、数研受験お疲れ様でした。留学した夢があり、数学受験したいと思っています。勉強方法教えて。数学はわかんないです、僕はね。
あ、やつさん、スパチャ、ありがとうございます。この、おめでとうっていうのがあるんだ。へえ、おめでとうってやってる犬のスパチャ、ありがとうございます。面白い。610円スパチャ、ありがとうございます。なんか、英語が書いてあんのかな、多分。アイコンのとこ、ちょっとちっちゃくて見れないな。えとって言うわけないじゃん、それでね。引っかからないそうです、そんなんで。公務員試験の教養試験に出てくる英語の対策解説とかやってないです。需要あると思う、需要あるかな。はい。Twitter で、関先生がもう一度のことを人気予備高校生より愛されてると言ってました。わあ、なんてありがたい。関先生、ありがとうございます。本もいただきましてありがとうございます。ザヤミの英文法講座の家庭法まで見てすごくわかりやすく面白くて、エバーグリーン見てわからないところを動画で見て勉強してるんですけど、英文法の講座を見てすべて理解し解き方や知識を覚えたら、受験の英語の文法の基礎は大丈夫ですか？新高3です。英語得意じゃなく、いつぐらいまでに、だらららららって、いつぐらいまでには、出てますんで動画ですね。勉強法、年間英語勉強法の動画見てください。で、見てわかった気にならないことが大事です。自分がアウトプットできるか、結局は、自分ができるようになるかが大事なんで。だからビリギャルも僕の動画、そうですね、この見てくれてたって言ってたんですけど、やっぱり最終的に自分がこうアウトプット出せるかっていうのが非常に大事になりますので、そこですね、アウトプット出せるように頑張ってください。Hello there. TOEFL を受けているのですが、TOEIC と違ってなかなか点数が伸びません。リーディングとリスニングですら難しい。どうすればいいでしょうか？まあ、基礎力をまずはドンと高めないといけないですね。やっぱり、全然レベルが違います。まあ僕は別試験だと思、別試験じゃない。別競技だと思ってますので、まず構文とか、本当できないと無理ですね、TOEFL はね、うん。速さも全然違いますね、リスニング。おすすめの大二郎さんのコント動画を教えてくださいね。大二郎さんの、上は、ああ、この間大二郎さんに会った時に言ったのは、どれだったっけな、俺これめっちゃ笑ったって言ったの。エミネムの、イギリス英語バージョンのこと言ったかな。なんかね、好きなのが2つぐらいあって、それをね、言ったんですよね。好きな歌はいくつもあると思います。はい、大二郎さん本人に言ったんだよね。去年多分一番笑ったとか、今年一番笑ったって言ったのかな、なんか。うん。どの動画の話でしたっけな、本人に伝えましたらめっちゃ面白かったです。発音を聞きながら単語練習はいいと思いますが、単語練習意味を出すのにっていうんですか。もちろん中3です。リスニングが苦手なリスニングの攻略を、知ってる表現をまずは増やすことです。中3であれば、うん、髪が長かったみたいですけど今は伸ばさないんですか。そうですね、面倒であるっていうのがありますね。はい、別に伸ばしてもいいんですけど、はい、おめでとうございます。 Thank you。 明日から大学のゼミが始まります。めっちゃ緊張。そうか、ゼミとかのねシーズン、いよいよちゃんとね、やっていきましょう。点々の今日って開示はしないんですか。私が決められるものではありません。誕生日一緒です。あ、おめでとうございます。エブポンドが分かりやすい。こんばんは。破ったトイックは残してますか。捨てちゃってます。はい、破ったやつは残してません。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。僕も明日誕生日で森田さんにとって人生の幸せって何だと思いますか。それぞれだと思いますが、具体的な意見を。すごいなぁ、難しいなぁ。幸せとは何ですかっていうのは難しいと思います。はい、何を思うかですね。まあ、やりたいことができるだけじゃダメな気もしてるし、はい、まあそうだから、例えばずっと休みだと退屈だしさ、ね、やりがいがあることの方が大事かなぁとちょっと感じております。可愛すぎでしょう。そう、だからね、授業をしてるの面白い楽しいって思ってたけど、そのままどうなっちゃったんだろうなぁ。あ、また飛んじゃった。 You're so cute。 レント君が配信、おじい先生のカメラ回ってない時のエピソードというコメントに対して、おじいさんめちゃくちゃ優しいですと言ってた。感動した。あ、そうなんだ。あ、まあでも一回言われたことあるか、なんでそんな優しくしてくれるんですかって言われたことがある。おめでとうございます。何歳になられたのですか。言ってないです。あれどこ行った。あ、字数が一番長い英単語は何ですか。一応辞書に載ってるんだったらフラクシノセニフィリピフィケーションで、載ってないやつだったらまだあるよね。なんとか安泰、なんとかかんとかかんとか、動詞が長いんじゃなかったでしたっけ。兄弟英語、速単上級と旧パスタン順一、どちらが効果的かは難しいですね。まあ、単語はあった方がいいですけど、やっぱ意図としては推測させたいんだろうなっていうのはあるので、
どちらがいいとかは難しいと思いますね。効果的は難しいですね、特にね。外れちゃうエリアも相当多くなると思うんで、パスタンの9、パスタン11は。ただ、出た時はバシッといくよね。リスニング力、言いました。表現を知ってることです、まず。はい、で、あと、返り読みしないような力をつけて、それでプラスするって感じかな。うん。新興さん、6月英検に休憩をと考えてるんですが、ネットに高校の合格率は4分の1だと書かれていました。そんなに難しいものなのですか？ですね、対策をちゃんとしてないところが多すぎるっていう。まあ、これ昨日も講演で喋ったんですけど、全員合格する学校とかありますからね。その学校の先生がちゃんと対策してたりするとすごい合格するとかっていうのはありますね。はい。英検準1を取得しているのですが、協定では150点ぐらいしか取れません。2つの解き方や問題形式が違っているからでしょうか？そうですね、違います、全然。うん。食には興味がない方ですか？ないです。誕生日おめでとうございます。速読英単語を始めるのですが、いい使い方。あ、これもまた単語帳の使い方をぜひ覚えてください。見てください。好きな芸人さんは千鳥と有吉さんが大好き。まあ時代でしょうね。やっぱ千鳥とかが、今すごいもんね。もう普通にネットフリックスの番組、アマゾンプライムの番組見たけど、やっぱ面白いなと思いましたね。はい。はい、好きな芸人さんはいっぱいいますけどね。最近は誰だろう。でもやっぱ、こう、かまいたちとかがこうで、苦労してた人たちが売れるのを見ると、こう、すごい感動しますよね。はあ、ね、大阪ではこう、なんかもう素晴らしい、すごいって有名だったけど、東京ではみたいな、このダイアンとかね、こう、来て売れるのをこう見ると、おぉってなりますよね。よかったって感じです。勉強時間、9時間と10時間の壁が高い。気合じゃないですね。何を削れるか測ることですよ。うん、現役時、浪人時、何の英文法書を使って、文法書とか使ってたのかな？使ってなかったのかな？使ってなかった気もしますね。あ、鈴木貫太郎さん、スパチャ、Thank you。業務連絡、今度何時に来ますか？それをここで言う。何時にしましょうか？貫太郎さんが好きな時間でいいですよ。500円スパチャ、ありがとうございます。はい。多分、朝はきついと思うので、はい。昼であれば、多分何時でも大丈夫だと思います。はい。朝は起きれないけど。うん、そうですね、スパチャ。あれ？この間でも貫太郎さんが、なんか、配信してた時は、私もっと、やりましたよ。もっと、くれって言ってたから。冗談です。はい。井上尚弥と同じ誕生日ですね。あ、そうなんだ。ああ、だから、貫太郎さんのところに、数形の問題持ってって、これ解説してって言うかもしれないですわ。やっぱ図形がね、無理。苦手すぎる。っていう。あと面白かったのは、なんだっけな、球の面積とか、表面積と球の体積に関しては、本に書いてあったのは、これは積分っていうところを学ばないとわからないので、丸暗記するしかないです。って書いてあった参考書に。面白かった。公式を暗記するしかないです、これを説明するには積分が分かんないと無理なのでって言ってたから、なんか貫太郎さんなん大嫌いな暗記が推奨されてた参考書で。もちろんおめでとうございます。髪型はブルーハーツを意識してるんですよ。全くしてないです。さすがにブルーハーツ世代じゃないですね。あと、もちろん先生にとって英語学問とは何だと思いますか？決め台詞でお願いします。決め台詞なんかない。はい、まあ、何ですかね。いや、学ぶことっていうのは終わりがないことです。はい。破ったトイックか消化して、食ってないわ。ドラゴン細いがタメ口で使ってるから、ドラゴン細いと同じですし、そんな理由？はい。細いさん混ざってますよ。タメ語と敬語がごちゃ混ぜで喋ってるよね。小賀翔さんもそうかな。うん。カンタロさん、森健さん、結婚願望言ったら森健さんって言ったら、あ、カンタロさんスパチャ、200円スパチャ、ありがとうございます。寿司食うんじゃないの？そうですね。寿司をいただければ、嬉しく思っております。そっか。寿司考えたらね、この間のスパチャ代なんてっていう感じかもしれないですね。ありがとうございます。そっちは数件、3件持ってくんで。はい。でもね、カンタラさんの言ってることがいろいろ分かって面白かったですよ。はい。普段動画撮ってたりとかいろいろ喋ってる時に、あ、言ってることはこういうことだったんだっていうのがね、分かって。全部コメント読んでくれて優しすぎる。最近知りましたが、人柄が大好きです。本当におめでとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。ね、ほうほうほう。はい。
藤川さんの動画で教育実習には囲碁力が必要とおっしゃってましたが、大学によって異なる。いや、それも言ってるでしょ。それも動画内で言ってる。大学によって違うって。はい。同じことどっかで言ってません。おめでとうございます。単語は覚えても発音がわからないという時がありますが、どうしたらいいですか？それはリスニング聞いたり、発音記号が読めるようになったりしなきゃいけないですね。初めての時は730点取れたのですが、800点超えは独学でも可能でしょうか？もちろんです。独学で行くことができますよ。参考書のルートの動画も出てますんで、そちら見てください。で、ダメだ、管理してもらわなきゃっていうんだったら、竹田塾イングリッシュみたいなね、そういうの。やってください。数に、数件2級受けてきた。お疲れ様でした。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。単語帳、英単語推測ってどうするのですか？これはまあいろんなやり方がありますね。例えば、範囲語が来るはずだから、ここにね、while とかがあって、プラスの内容が書いてあるから、主節は絶対マイナスの内容が入ってるはずだとかですね。そういうふうに構造が教えたり、教えてくれたりとか、論理が教えてくれたりとか、いろいろあります。もちろんね、節字で分かるとかっていうのもあったりするし、and が並べてるものとか、様々なパターンがありますね。英検11、5月1日受けるんですけど、今、ノーベンなんですけど、間に合いますかね？知るかは！あなたの実力が分からないのに、どうやって判断できるんじゃない？はい。うん。だって私は別にノーベンでも合格しますけどね。うん。関先生の新刊の動画は竹田塾イングリッシュで撮るはずですね。はい。撮影の時。伊崎さんがどれほど読み込んできているかによると思いますが、はい。動画出る予定です。数件は順にも受ける予定です。トイックの単語が難化してると思いますが、トイック役立ちそうな他の英語の試験はないです！はい。トイックはトイックでやるしかないと思いますね。うん、語学の次に興味ある学問って何ですか？語学の次に興味がある。私は認知科学をやったんで、だ認知言語学、認知科学なんで、まあ認知科学になりますかね。うん、それが一番、まあもっと昔だったら歴史でしたけど、はい。世界史だったけど、高知大ってどんな印象？高知にある大学。好きな YouTuber は、好きな YouTuber いっぱいいますね。難しいですね。一人これみたいなのは。業務連絡、カンタロウさん。あ、カンタロウさんって言ったらなんか好きな YouTuber、カンタロウさんみたいな。でも、カンタロウさんがね、こうね、なんかいろんな YouTube やってて、いろいろな仲間と出会えたっていうのはね、ちょっとね、移動しながら見てましたけど、電車の中でね、ちょっと感動しちゃいました、あれ。はい。神田さん酔っ払って喋ってるんですけど。東大英語に質問させてください。Q の体積は中学、数学で説明できる。今度それやるんだって。あ、そうなんだ。説明できるんだ。そうそうそう。これはね、数学は元から得意。いや、全然得意じゃない。一番苦手だったんですよ。だから、小中と超絶苦手だったんで、だセンター試験だけ取れたんで、だから飛ばしちゃったんでね。だからその分、ちょっとやっておかなきゃな、中学の部分って言って、高校からやっちゃったら、中学の部分ない状況で、数学ってやっぱ積み上げなんでね。はい。早稲田合格塾 YouTube、初見です。嘘つけ！初見詐欺。高そうなパーカー着てますね。どちらのブランドでしょうか？早稲田大学志望の受験生が合格されるために、今の時期するべきことは何でしょうか？ 140 字以内で述べよ。ね。いきなりタメ口に変わったな、最後。うん。これあれですよ、茂木さんと議論するときの、アベマあったじゃないですか、アベマで、討論か。で、白と青、どっち来たらいいですかねって言って、青の方が多かったから、青来たんですけど、白がこれです。はい。はい。スパチャが少ないですよ、平さん。ちょっと、早稲田合格塾、今、満員ですから、もう。はい。スパチャで会話していくスタイル。これは感染者と接触した可能性があり、自粛した3月末のトイックエランダール公開テストの受験料返金申請が通り、8000円弱が返ってきました。ああ、そっか、濃厚接触者だと行くんだね。結婚願望ありますか？どうだろう。英米文学科って可愛い子いっぱいいましたか？英米文学専攻なんですけどね。まあそうなんじゃないですか、やっぱり。割合が多かったので、とにかく。そうっていう風に言われてたような気もしますね。あんまりそんな、なんていうか、バイトばっかりしてた人間だったんでね。昨日誕生日のこと、おめでとうございます。
慶応の学部時代に所属されていた自分は英語のみでの議論とかはありません。英語に苦手意識ないのですが、東大英語の第5問の、得点率が半分ほどしかありません。似たような雰囲気の長文を主催している大学はありません。まあ一応、神戸大とかで練習してる人とかはいろいろいるんですけど、他にも小説を出すところはあるんですけど、ないですね。バッチリ同じなの。だから自分は東大英語やってた時作ってましたね、いろいろと。あ、スパチャ、ありがとうございます。中田優也さん、200円スパチャ、ありがとうございます。祝、誕生日。Thank you. 数件勉強して、で、数楽になりましたか？数楽？全然。もう大変です。辛い。く、数くです、はい。好きな英単語。響きで好きなもの。いや、難しいなぁ。なんだろう、好きなものとか。あんまり考えたことないですね。最近のやつだと、なんか見てみましょうか。最近、弾いたものでいいものとかなんかないかな。あんまりないか。そうですね。あんまりこれいいなっていう単語はないですね。はい。響き、これだとどれかな。響きがいいものとか、treacherous とかかな。裏切り。ジョジョの動画で話してた単語だったっけ ?treacherous. はい。という感じかな。はい。一番初めに使った単語帳は即単。ああ、でももしかして中学校の時に英検3級のやってる可能性も全然ありますね。はい。影響を与えた一冊。難しい。なんだろう。前置詞のイメージ。から覚えるかどうかわかんないですけど、まあ同時進行じゃないですかね。前置詞のイメージは役立ちますよ、実際。熟語を覚えるときに。おめでとうございます、誕生日。ありがとうございます。数件受けるように、カンタロウさんにも英語検定受けてほしい。私はお二人が大好きなので、カンタロウさん受けないと思いますよ。やめちゃいましたし、トイックも。ね。カンタロウさんはやっぱ、ね、辛いことじゃなくて、楽しいことをして生きていきたいっていう方なので。はい。英語面白いところを教えてください。どういうこと？うん、平さん、ナイスパー。ああ、飛んじゃった。どこ行っちゃったんだろう。はい。英語の長文で知らない単語でできた場合、あ、もうさっき話しましたね。推測の仕方があります。ニックってちゃんと芸人やってますよ。はい。お笑い番組、前、あれやってたじゃないですか。何でしたっけ？乃木坂。あれ？乃木坂じゃない。乃木英語か。乃木英語って言ってましたよね。だから、坂上さん来た時に、そのニックと撮った後に坂上さん来たから、あ、さっきまでニックいたんだよ、つって、ニック知ってるって言ったら、いや、乃木英語見てたんで、って言ってたよ。坂上さん。元にあった誕生日おめでとうございます。サンキューお疲れ様でした。ありがとうございます。そうですね。7時に終わらせます。今日両親来てますんで、はい。ご飯食べに行くので、7時までになります。多分もう、両親はお腹すいたって言って、はい。ふてくされてると思いますので、はい。さっきの父親が、俺が出ようかとか言って生配信とか、いや、やめてっつって。それはちょっとやめてっつって言いましたけど、はい。出ようかって言ってました。発音記号は頑張れば3時間で全部覚えられる簡単って言ってた人がいるんですが、it depends ですね。知ってる表現が多い、知ってる発音が多ければ簡単に覚えられますけど、知らないものばっかりだったらわかんないですね。元々の単語の発音を知ってる人は繋げて、あ、これとこれが繋がんだってなりますけど、それを知らない人は相当大変。超絶パーカー似合わないんですが、モテさんめっちゃ似合ってますよ。いい感じです。あ、そうなんですね。ありがとうございます。銃の体積の公式って、身の上に心配 R の3乗のやつかな。なんかこれだけ覚えてる。あ、そういえば、ググった時にそういうのが出てたと思います。はい。そうそう。そういう感じで出てたわ。3分の4と3分の1のやつでね、そう、表面積と体積、両方、どっちがどっちか分かんないとダメよ、みたいなやつ。おめでとうございます。数件は受け続けますか？一応、順に。英語学の本見てみたい。多少写したことなかったでしたっけ？はい。お誕生日おめでとうございます。奇遇にも、僕も今日バースデーです。あ、何人か書いてくれてるんで、多いですね。多いですねっていうのも変だけど。今年は大学受験も控えてるので、これからも森田先生の動画見て頑張ります。先生もいろいろ頑張ってください。ありがとうございます。Thank you.
身の上にですね、確か。おめでとうございます。 Thank you。 最近トイックを受験していないのですが、試験会場の受験環境って良くなってますか？他のキットから聞いた話も含めて。いや、難しいですね。大きい部屋が多くなってるので、それが嫌な人には辛いと思いますね。市川さんの受けられた愛知教育大学後期ですか？共通テストの多分 75% となっており、非常に高いです。市川店さんの自己採点が事実なのであれば、余裕で公開できるようなんですが、私に言われてもオプティミスティック。はい。何が楽観的なんでしょう。英語でアニメとか見てて知らない単語が出てきたら、おじさんであれば職業柄すぐに覚えられると思うんですが、昔はメモったりしていました。そうですね。昔はメモをすることは結構ありました。今はそうですね。しないですね。英語の名言、日本語訳もなんかいろいろあると思いますよ。いろんな動画で出ていると思いますね。なんだっけ、西谷先生がよく言ってたんです。Today is the last day of the rest of your life だったっけとかね。今日が残りの人生の中で最初の日です。みたいなの言ってたね。もちろん、東進の講座全部買いましょうか。買いましょうか。どういうこと？だって、しかもそれやったところ、私には一切お金が入りませんので、それだったら、その、東進受ける額をスパチャしてもらった方がよっぽどいいと思います。それで、だって、いくらになる？ 50 万とかになるんじゃないですか？その講座取ったら全部、もっとあるかもしれない。うん。そうだね。過去演習講座が必要あるから、もっとなるな。多分、わかんないけど。こんばんは、誕生日おめでとうございます。自分へのプレゼントは、さっきも来てた。買ってないです。担任の先生が青チャート極めれば東大受かると言ってましたが、すぐわかりません。私はやったことありません。エクスプロージョンと爆発って意味と響きがマッチしているような気がしています。そういうの、ご先生にもあります。いっぱいあります。本当にたくさんありますね。パープレックスとか、まさにそんな感じがするよね。英語の得意、不得意、好き嫌いに遺伝は関係あると思いますか？多少あるじゃないかなとは思いますけど。巻き舌ってこと？はい。ご先生、受験生時代英語にどれくらいの割合を割いていましたか？まあ、結構割いたと思います。もちろん、おごります。何の話？東大英語で100点取る上で差がつくところは何ですか？英作文とリスニングを確実にもう取るって感じかな。沖田先生あるあるなんか難しいな。沖田先生ってだって数学の先生だからさ、授業を見たことないからさ、なんだっけ、空手やってんだっけ、武道家で、それで行って、お医者さんなんだっけ、それが沖田先生じゃなかったっけ、何回か会ったことあるけど、なんか病気なされてね、すごい痩せちゃったんだよね。そうそうそう、その痩せる前とあと両方一回ぐらいかな、新宿本館で会ったことあるかな。お父様出てほしい、ご両親出てほしいとか来て、どっちになんだろうね。数学両方言われるかな。自分からしたら数件チャレンジなさるだけでも尊敬です。ありがとうございます。数弱。当主の英語教師のバックル YouTube 知ってる先生も多くて笑ってしまいました。安子先生、福崎先生は知っています。昔からいますもんね。宮崎孫先生に騙された経験バックル、もう一つ先生のよゼミの富田先生に教えてもらったことあります。西谷先生には本当にお世話になりました。お茶先生の方が、でも、お世話になっております。方が、あ、動画か。うん、あ、西谷先生、そうですね。西谷先生出てこないかなって思ってんだけどね。やっぱり、今のよゼミの先生たち、みんなね、西谷先生に声かけづらいらしい。やっぱり、なんかもうレジェンド的になってて、こう、全然やっぱね、こう、なんか本当に、別格になってるんだって。控室も違うんだって言ってたからね。こんなこと言っていいのかな？控室違うこととか。お父さんはぜひぜひ、森吉、すごい言い方。英語を話せて当たり前な帰国子女が、もってはやされる日本の悪しき風潮に一言お願いします。まあ、何でもスキルになっちゃいますからね。お疲れ様です。ね。すごい。中国語の名前、シュエシーっていう方って、言語を勉強するってやつね。発音学ぶためにフォニックスやってみてようと思いますが、長所を取った話を。長所は、いろんなルールが頭に入って、ああ、そうなんだってなるんですけど、短所としては、なんだろう、小さい時にやってればいいけどって感じかな。今更やると逆になんかめんどくさく感じちゃうことも多いかもしれないですね。面白いっていうのはあるかもしれないけど、あ、スパチャもうなんかいっぱい来てた。富士さん、はい。今、冬物しまいながら耳だけ聞いてましたが、パパが可愛くて吹きました。家族、水入らず楽しんでいきます。パパが可愛い、ね。
お父様に食後のデザート代としてスパチャします。親孝行してきてください。お母様さん200円スパチャありがとうございます。わかんない、デザート200円、まあ、Google 持ってから140円のデザートはないかもしれないですね。はい。ハインラインの夏への扉現象で読めるようになりたくて勉強してます。頑張ってください。ネクステの発展の問題って共通テストとかで出てきますか？何の話？この前お母さんが遺伝子に関係してるって動画見たんですが、森内先生のお母さんも英語が堪能なんですが、全く喋れません。はい。誕生日おめでとうございます。今一番欲しいものは何ですか？時間っていうよくある、ありがちなやつだと思いますね。本当に足らないです。めちゃくちゃ足らない、今。1日があと2倍ぐらいないと終わんないですね、仕事量。配信初見です。いつも見てます。ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。あ、そっか。でも、そっか。動画自体は見てくれてるんですね。今、楽しいことを英語で教えてください。どういうこと？進行に、早稲田小学部、英文法、お岩の一番初めのダダラ、ポラリス1、2、3、ネクセに進むか、途中でダダラ、ポラリスやりたいです。うん。そうね。早稲田小学部行くんだったら3まで必要ですね、ポラリスは。はい、まあ、見てみてください、実際。どっちがいいかっていうのはね。まあ、当然詳しいのは、解説が詳しいのはポラリス側ですけどね。中央進学したけど、サッカーきつすぎる。あ、サッカーってこういうことか。はい。トイック100回までいかなかったら、受かって TV 受験生として。下手くそですね、これね。もう中央大行ったのに、こんな文の書き方なんですか。頑張りなさい、もっと。おめでとうございます。今度トイック受けるんで800取れたら褒めてください。はい。おめ。ありとかで答えるのかな。もう先生、今まで不合格になったことある英語の試験ってあるのですか？ないのかな？ないかもしれない。もしかしたら、受けてんのかな？高校生とか中学生、いや、中学生はないな。高校生の時になんかすごい難しい試験を受けて不合格とかっていうのはあってもおかしくないと思いますね。でも、ああ、ただあれか、観光英検は起きれなくて行かなかったんだよ。だからある意味不合格といえば不合格ですね。はい。受けてないから。はい。英検2級の勉強してるんですが、パスタン覚えた後は過去問演習ですか？まあそうですね。いろいろただやり方あるので、はい。ぜひ私の参考書を見てください。太り先生かな？これ大吉先生じゃないと思うよ。講座によ、あ、大吉先生か。ああ、太り先生って東大って言うんじゃった、これ。東進ね。大吉先生は、そうね、髪型よく変わってる。うん。60ぐらい、偏差値60ぐらいの高一生が京大受かるために、英語は何、まあ何をすればいいですかって言ってる人は受からない。残念だけど。はい。きちんと単語、文法、構文やって、こうやってやっていくっていうのをまずやろうって思ってください。どうすればいいですかとかね、そう。なんか大学新入生です。キンフレ、文法特許買ってきました。英語はあまり苦手意識ないので、600点目指して頑張ります。まずは頑張ってください。まあ、文法特許が、それの前に、単元別ね、やった方がいいですよ。単元別できるようになってから。夜何食べるんですかね。今井先生について熱弁してください。お父さんは津軽弁は話しません。だから、海外に行ってるみたいだったっつってたよ。親の、ね、だから母親の両親とは、会話ができないから。うん。父親が喋ってることは向こうは理解できる。向こうが喋ってることは父親は全く理解できないので。はい。なんか海外にいるみたいだったっつってました。平先生と、もちろん平先生さっき言いましたから、イベントにいました。もちろん、もちろん先生の姿でいつも背中を押してもらってます。ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。志田先生について熱弁してください。見た目かっこいいですよね。志田先生は、東大特進の時になんかあって、誰だったっけ、匠さんの話をしたことあるな。匠さんが、ベクトルの、すごい、ベクトルだったよね、確かね。参考書すごいいいって言ってましたよ、みたいなこと言ったら、え、本当？それ、嬉しいね、みたいなの。言ったベクトルだったかな。はい。就職するか進学するか迷っている商業高校3年、成績はかなり上、東洋大学、東京電機大ぐらいに指定校で行けるかと思います。どちらを選ぶべきでしょうか。まあ基本は大学は行った方がいいと私は言います。まあ職業柄とかではなくて、はい、ね、そう思います。色の英単語堪能ってどういうこと。その単語の意味わかるでしょ。生誕祭、あ、そうですね。どうしてそんな帰国子女じゃないです。
渡辺克彦あるある、わかんない、受けたことない。大学の講座で夏休み、ヨーロッパへ912日。英語は全然喋れません。912日ってどういうことなの？飛行機内で寝る時間が結構あるってことなのかな？はい。分け目が逆になってませんでしたか？あ、なってるのはあると思います。はい。時間が欲しいと言っていたので。あ、スパチャ、滝野さん思い出しました。大学後、どこの大学を受かったのかね。わかんない。今度聞いたらわかるのかな。あ、キャラメルマカさん、ありがとうございます。1220円スパチャ、ありがとうございます。今日は会えて嬉しかったです。先生が YouTube で見たまんまで感動し、あ、そうですね。メンバー限定ライブあるのかとも思ってたので、ちょっと残念ですが、両親とのお食事楽しんできてください。そうですね。そう、この後ね、メンバー限定、本当はね、やろうと思ってたんですけど、そうですね。両親待って、絶対お腹空いてる、お腹空いてるって言ってると思います。あやすこう先生あるある、音読。データベース、紙切りましたか？もう動画はだいぶもう前に出てますね。紙切りのやつは、ぜひ、サブチャンの方ですね、説明しております。あ、あれから切ったか？あれからは切ってないですね。誕生日おめでとうございます。東大英語って単語は総計と比べて難しくない？そうです。ユニークリーに難しいでしょうか？時間が圧倒的に足らないっていうな。大型ですか？さあ、本当に心の支えです。望月先生の慶応のゼミの卒論はどんな内容だったんですか？ Spatial Temporal Metaphor が私の論文です。東大ではどんな修士論文を書いたんですか？ Spatial Temporal Metaphor っていうのを書きました。 はい、同じです。同じタイトルとか同じことについて研究してますね。ライティングの演習方法、添削とかだったらば、平先生の第一印象は、あの髪型はどうやってできてんだろうって思いました。はい。お誕生日おめでとうございます。今日はありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。服にサインしました。 はい。初見です。初見さん、いらっしゃい。服にサインするってなかなか面白いね。あと10分で19時になってしまう。そうだ。両親と楽しい時間をお過ごしください。今日は数件と誕生日ダブルで過密なスケジュール、お疲れ様でした。あ、Have a nice day か。I have a nice day に見えた、これ。そっか。エクスクラメーションマークだったのか。竹岡先生の英作文参考書の使い方、どのやつ？昨日誕生日だったんですね。おめでとうございます。4技能まんべんなくやるのが面倒で、スピーキングしかやりたくないのですが、早慶の長文レベルの内容が話せるようになればスピーキングだけでもいいと思いますか？話せるようには一生ならないから安心して。 はい。おめでとうございます。まあまあまあ、だって早慶のあのレベルっつったらもうネイティブじゃないといけないもんね。そう、アウトプットするのとインプットはそもそも違うし、そもそも、で、出てくる英文って書いてる人たちも喋ってる時にああやって喋ってるわけじゃないからね。KY 先輩、エヴァグリーンっていいですか？スパチャ。面白すぎて英語好きになって、今は英検の勉強頑張ってます。頑張ってください。これからも忙しければ、忙しいけれどか。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。私43歳になって理系への憧れを読めない、こじらせかな。また私は漢字が読めないです。長年いる金融業界から宇宙ビジネスへ何か踏み出したくて TOEIC 始めたんです。この春、娘がちょうど大学受験始めたんです。受験失敗したことも重なり、もう一度先生を知りました。もっと早く知りたかった、応援したかった、これからたくさん学ばせていただきます。よろしくお願いします。素敵な誕生日を過ごしください。ありがとうございます。はい。ああ、理系の勉強をするってことですかね。誕生日おめでとうございます。僕も今日が誕生日です。和田アキ子さんとかも今日ですよね。そうですね。ガラプチンパンジーさんも。そうですね。結構、はい。上の方、遡って見てもらえればですね、いろいろ話してます。英作文が面白いほど書ける、やって、で、あと添削してもらうっていうのが大事かな。おめでとうございます。修士論文はどうすれば読めますか？読めないと思います。一般公開してないですね、僕のは。食事が、控えてるから早く行ってください。そうですね。中山さんのライブ最高っす。英字新聞は私はジャパンニュースを見ています。花恋さんですかね。スパチャ、ありがとうございます。長文は得意に、寸大偏差値60プラスにするにはどういった勉強法が、皆さん、おー、すごいな。単語、文法、構文ですね。それが大事ですね。プラスで、その後に音読を重ねるっていうのが大事です。基礎が大事ですよ。そもそも模試のただ目的にしちゃダメです。模試はあくまで自分の実力を試すものであって、模試を目的にしちゃダメです。
森下先生、お誕生日おめでとうございます。そして、数件お疲れ様でした。サイン会というのに行くのは人生初めてだったので、ド緊張で完全コミュ障を発揮してしまいましたが、平先生も森下先生も突然、とても優しく対応してくださり、嬉しかったです。すごい震えてましたね。こう、待ってる時から震えて、こう、あーってなってましたけど、そういうものですよね。緊張すると思います。はい。新興さんの日本女子大学家政婦課からララ、実験の応援メッセージください。頑張ってください。はい。おっと、そろそろですね。高校生活スタートです。アドバイスは難しいな、高校生活。全然楽しんでなかったし、自分自身。はい、楽しんでください。リープ、鉄壁。まあ、やってみてじゃない?この、ああ、まだ間必要だなって思うかどうかかなっていう感じだと思います。はい、皆様、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またオフ会開いてください。そうですね。はい、ということで、1時間ですけど、はい。ありがとうございます。数学できないって本当ですよ。もちろんです。はい。ということで、見ていただきましてありがとうございました。スパちゃんもありがとうございます。そして、今日のイベント来てくれた皆様もありがとうございました。では、また、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. よっ。